驚愕の決断。岸優太が鉄腕ダッシュ復帰を辞退した理由とは岸優太の新たな一歩。番組復帰を拒否、ファンを驚かせる理由とは岸優太の鉄腕ダッシュ出演辞退の理由について、ファンや関係者から様々な意見が飛び交っています。岸くんは音楽活動に専念したいという思いを強く持っており、その決断には多くの背景や理由があるようです。 彼が鉄腕ダッシュに復帰しないという選択をしたのは音楽を追求するためであり、ファンとしてはその選択を尊重し応援したいと感じています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーとして歌って踊るキく君はファンにとって最高にかっこいい存在です。その姿を見ると彼が本当にやりたいことに集中できていることがわかります。普通に考えても。 転職後に前の職場の人と再び仕事をしたいと思うことはあまりないでしょう。ナンバーアンダーラインアイで目指すものが全く異なるのに、過酷なロケをまた岸くんに望むことは無理があるのではないかという声もあります。むしろ、今はアーティストとしての活動に集中できる岸くんを応援したいという意見が多いのです。さらに、岸くんのバラエティ番組からの解放を望む声も少なくありません。 バラエティ番組に出演することで彼の知名度が上がる一方でアンチからの批判にさらされるリスクもあるからです。特に最近のキンプリの帰宅難民問題ではもしナンバーアンダーライン愛だったらもっとひどい叩かれ方をされていたかもしれないという懸念もあります。キシ君は今年で29歳になりもう十分にやりきったと言えるでしょう。彼の音楽やダンスに対する情熱は年々増しており、 三人で活動し始めてからは歌唱力やダンススキルが飛躍的に向上しました。今は本当に音楽活動に集中できる時期であり、バラエティ番組での時間を消費するのはもったいないと感じるファンも多いのです。鉄腕ダッシュ側がキシ君を出演させたいのは単に視聴率を上げるためでしょう。キシ君が出演する回は視聴率が上がると言われており、 そのために彼をファミリーとしてつなげておくメリットはテレビ局にとって大きいのです。しかし、岸くんはすでに卒業したと考えた方が良いでしょう。彼は全力で取り組むタイプであり、ダッシュのお米作りや新宿での長期的なプロジェクトとアーティスト活動を両立させるのは難しいのです。岸くんのバラエティ能力の高さは折り紙付きですが、その才能をバラエティに消費するのはもったいないと感じるファンも多いです。 彼の音楽活動に集中できる今の状況を応援したいという声が強く、彼の音楽やダンスに対する情熱を尊重したいと感じています。岸くんがダッシュに出演することで恩恵を受けるのはテレビ局側であり、彼自身のためになるとは限りません。視聴率のために彼を使うのではなく、彼の貴重な時間を音楽活動に当ててほしいという意見も多いです。バラエティ番組は、 知名度を上げるために出るというイメージが強いですが、すでに人気者の岸くんにはグループで歌番組に出てほしいという希望もあります。岸くんがダッシュを大切に思っていることはファンも理解していますが、今の彼の立場や先輩後輩との関係、世間の反応を考えると、以前のように関わるのは難しいでしょう。彼がダッシュに復帰しないと決めたことは、彼なりの判断であり、それを尊重するべきです。 岸く君の決断は、彼が音楽に対して真剣に向き合っている証拠です。彼の歌やダンスに対する情熱はファンにとっても大切なものであり、それを応援したいという気持ちが強いのです。彼が今後もアーティストとして成長していく姿を見守りたいという声が多いのは当然のことです。岸く君の鉄腕ダッシュ復帰を期待していたファンも多かったですが、彼なりの判断を尊重し、応援することが大切です。 彼が音楽活動に集中できる今の状況を応援し、彼の決断を尊重することがファンとしての役目でしょう。彼の決断には多くの背景や理由があります。彼が音楽に対して真剣に向き合っている姿勢を見せることで、ファンもその決断を支持し、応援する気持ちが強くなっています。彼が今後もアーティストとして成長していく姿を見守り、応援していきたいという声が多いのは自然なことです。 彼がダッシュに出演しないことで、テレビ局側が視聴率を上げるための手段を失うことになりますが、それでも彼の決断を尊重するべきです。彼が音楽活動に集中できる今の状況を応援し、彼の才能を最大限に発揮できる環境を提供することが大切です。キシ君がダッシュを卒業したことは、彼が新たなステージに向かっている証拠です。彼の音楽やダンスに対する情熱を尊重し、 応援することがファンとしての役目でしょう。彼の決断を支持し、彼の未来を見守ることが大切です。岸くんの音楽活動に対する情熱は、彼がダッシュを辞退した理由の一つです。彼の音楽やダンスに対する情熱を尊重し、応援することが大切です。彼が今後もアーティストとして成長していく姿を見守り、応援していきたいという声が多いのは自然なことです。 彼がダッシュに出演しないことで、テレビ局側が視聴率を上げるための手段を失うことになりますが、それでも彼の決断を尊重するべきです。彼が音楽活動に集中できる今の状況を応援し、彼の才能を最大限に発揮できる環境を提供することが大切です。キシ君がダッシュを卒業したことは、彼が新たなステージに向かっている証拠です。彼の音楽やダンスに対する情熱を尊重し、 応援することがファンとしての役目でしょう。彼の決断を支持し、彼の未来を見守ることが大切です。岸くんの音楽活動に対する情熱は、彼がダッシュを辞退した理由の一つです。彼の音楽やダンスに対する情熱を尊重し、応援することが大切です。彼が今後もアーティストとして成長していく姿を見守り、応援していきたいという声が多いのは自然なことです。 彼がダッシュに出演しないことで、テレビ局側が視聴率を上げるための手段を失うことになりますが、それでも彼の決断を尊重するべきです。彼が音楽活動に集中できる今の状況を応援し、彼の才能を最大限に発揮できる環境を提供することが大切です。彼の決断には多くの背景や理由があります。彼が音楽に対して真剣に向き合っている姿勢を見せることで、 ファンもその決断を支持し、応援する気持ちが強くなっています。彼が今後もアーティストとして成長していく姿を見守り、応援していきたいという声が多いのは自然なことです。彼がダッシュに出演しないことで、テレビ局側が視聴率を上げるための手段を失うことになりますが、それでも彼の決断を尊重するべきです。彼が音楽活動に集中できる今の状況を応援し、 彼の才能を最大限に発揮できる環境を提供することが大切です。岸くんがダッシュを卒業したことは、彼が新たなステージに向かっている証拠です。彼の音楽やダンスに対する情熱を尊重し、応援することがファンとしての役目でしょう。彼の決断を支持し、彼の未来を見守ることが大切です。彼がダッシュに出演しないことで、テレビ局側が視聴率を上げるための手段を失うことになりますが、 それでも彼の決断を尊重するべきです。彼が音楽活動に集中できる今の状況を応援し、彼の才能を最大限に発揮できる環境を提供することが大切です。キシ君がダッシュを卒業したことは、彼が新たなステージに向かっている証拠です。彼の音楽やダンスに対する情熱を尊重し、応援することがファンとしての役目でしょう。彼の決断を支持し、 彼の未来を見守ることが大切です。岸くんの音楽活動に対する情熱は、彼がダッシュを辞退した理由の一つです。彼の音楽やダンスに対する情熱を尊重し、応援することが大切です。彼が今後もアーティストとして成長していく姿を見守り、応援していきたいという声が多いのは自然なことです。彼がダッシュに出演しないことで、テレビ局側が視聴率を上げるための、